本校では、共和制ローマとローマ帝国の正半部における古代、ローマの通貨について述べる。主な貨幣としては、アウレウス、デナリウス、セステルティウス、デュポンディウス、アスがある。それらは、紀元前3世紀の中頃から紀元3世紀の中頃まで使われた。ギリシアに影響を受けた地域ではこれらの貨幣も流通したが、 同時にその地方独自の貨幣も発行しており、それらを、ロマンプロビンシャルコインズなどと呼ぶ。3世紀になると、デナリウスカの代わりとして、倍の科学の銀貨アントニーニアヌスカが発行されたが、ディオクレティアヌステが、通貨改革を行った際に廃止され、新たにアルゲンテウスやフォリスが発行された。通貨改革後、ローマの貨幣は、ソリドス金貨と小額の青銅貨が主となった。 この傾向は、西ローマ帝国の終焉頃まで続いた。マクシミヌステージ代のデナリウス化現代の効果とは異なり、古代ローマの効果には実体価値があった。貴金属を含んでいるが、効果の価値は含有する貴金属の量よりも高く、単なる貴金属ではなかった。例えばデナリウスカの価値は含有する金属の価値の1.6倍から2.85倍と見積もられており、 パンやワインや肉の価格で比較すると、ローマ帝国初期には現代の 15US ドル、ローマ帝国末期には 29US ドルに相当する価値があり、当時の地方軍人の日給はデナリウスカ1枚から3枚だった。効果に関する文献の多くは、エジプトの乾燥した気候で保存されたパピルスの形で現存している。ディオクレティアヌステーの通貨改革以前、 エジプトでの造幣は既存のテトラドラクマを改中して行われていた。これらのテトラドラクマ化はデナリウス化と同じ価値とされていたが、その貴金属含有量はずっと低かった。明らかにこれらの効果の価値は日常の買い物には高額すぎて不便だったため、流通したすべての効果が貴金属を含有していたわけではない。効果には実体価値を持つものと、 象徴的価値しか持たないものの2種類が存在した。このため、共和制ローマ時代の青銅貨の造幣は稀にしか行われず、その量も不十分だった。スッラの頃からアウグストゥスの頃まで、青銅貨は全く造幣されていない。また、青銅貨が造幣されたとしても、その品質はお粗末なものだった。その後ローマ帝国時代になると、 特定の金属の硬貨を造兵する部門ができた。各地方の役所は、青銅貨の造兵を許されたが、銀貨の造兵は許されなかった。硬貨鋳造の権限について、カッシウスディオは、各都市は独自の造兵権や、土寮校の制定権を持つべきではない。彼らは、我々のものを使うべきだと記している。共和世紀から、帝国紀前半においては、ローマだけで、 金貨や銀貨が増幣されていた。東部の属州では銀貨を増幣するところもあったが、それらはあくまでもその地方でのみ流通する効果だった。国家の経費は膨大であり、その支払いは高額の効果で行われたため、ローマの中央政府にとっては、青銅貨のような小額の効果はほとんど用がなかった。紀元一世紀頃。 一安で買えるのは一ポンドのパンや一リットルのアンワインぐらいのものだった。小学効価の重要性と必要性は、ローマの一般市民にとっては大きかったと思われる。その証拠に、クラウディウス帝時代の青銅貨の模造品が、ローマの許可を受けずに、各地で大量に造幣されていた。政府は主に軍や役人への給料の支払いに効果を必要としていただけであり、 青銅化の需要を満たす必要性を感じていなかった。効貨は古代ローマの経済において流通を支えるという役目を果たしたと同時にそこに描かれた図像や文字で意味や考え方を広めるという役目を持っていた。効貨の図像の解釈は明らかに主観的なもので細部に過剰にこだわることには批判もある。共和制書期の硬貨の図像はあまり多様性がなく一般に ローマ国家全体を表すものが描かれていた。効果に、どういう図像を描くかを決定するのは、トレスビリー・モノ・テールズと呼ばれる委員会であり、元老院を目指す若い政治家が務めた。この役職は、紀元前289年に作られ、少なくとも、紀元3世紀中頃まで続いた。当初は、名称通り3名だったが、共和制末期に、 ユリウスカエサルが4名に増員した。最初のデナリウスカの場合、表面にはローマの胸像、裏面には二輪、または四輪のチャリオットに乗る神が描かれている。効果には造兵者の名はないが、制御用の小さな印や文字やモノグラムが刻まれていることがあり、それによってその効果についての責任者を示している。その後、モノグラムや印は、 造兵責任者の名前を略したものになっていった。さらに、造兵責任者は、自身の一族の歴史にまつわる図像を効果に、描くようになった。例えば、セクストゥス、ポンペウス・フォストゥルスは、自身の先祖、フォストゥルスが、ロームルストレムスが、母狼から授乳されている光景を見ているところを、描いた。すべての効果に、造兵責任者の先祖が描かれたわけではないが、 時代が下るにつれて、そのような効果が増えていった。自己宣伝的な図像を効果に描くことが多くなっていった背景には、共和制ローマにおける支配階級の競争が激化していったという事実がある。アウルス・ガビニウスの提案した法案、レックス・ガビニアには、選挙における増収祝を減らすために無記名投票を導入することも含まれていたが、 これも当時の上流階級における競争の激化を物語っている。共和制時代の効果の図像は一般大衆に影響を与えようという意図はなく、あくまでも上流階級の闘争の道具でしかなかった。ユリウスカエサルが自身の肖像を高貨に描かせた時、効果の図像は新たな重要な段階に至った。それまでの造幣者が 自身の祖先を高価に描いたのに対して、カエサルの効果は存命中の人物の肖像を描いた最初の効果だった。カエサル暗殺後も自分の肖像を高価に描かせる習慣は存続したが、ローマ皇帝は時折かつてのような神や典型的な主題を高価に描かせることもあった。ローマ帝国においては皇帝が国家とその方針の体現者であり、 皇帝の肖像を皇家に描くことには重要な意味があった。造幣責任者の名はアウグストゥスの知性の途中までは皇家に刻まれていた。造幣責任者の役職は廃止されなかった。その職務内容の詳細は不明だが、帝国時代にも皇家の図像にいくらかの影響力を持っていたと考えられている。帝国期の高価の図像の中心は皇帝の肖像だった。 効果は皇帝の肖像を帝国中に広める重要な手段だった。効果に描かれた皇帝の肖像は神のような描き方をしたり特定の神と結びつけるように描いたりすることで皇帝を神のように見せたものが多い。ポンペイウスとの闘争の中でカエサルは自身をウェヌスやアイネーアースの子孫であるかのように描いた効果をいくつも発行させた。 特に自身を神のように描かせた皇帝としては、コンモデュスが挙げられる。192年に彼が発行させた一連の硬貨では、表面にライオンの毛皮をまとった自身の胸像を描き、裏面には彼がローマに現れたヘールクレースだという文が刻まれていた。コンモデュスの例は極端だが、そこには皇帝たちが硬貨に自身の肖像を描かせた目的が端的に、 現れている。皇帝自身の肖像が、皇家の表面の図像としては最も一般的だったが、同時にその後継者や、前任者や、皇后などの家族の一員もよく描かれた。皇位継承をスムーズに行うため、皇家に後継者であることを明記するという方法が使われた。このような手法は、アウグストゥスの時代から、帝国の終焉まで使われ続けた。 紀元前44年に、個人の肖像を効果に描くことが合法化されると、効果はその個人の特性を代言するようになった。カッシウスディオのローマ誌によれば、カリグラテイの死後、元老院は、カリグラテイ時代の効果を廃止し、それらを集めて溶かしたという。これが事実かどうかは不明だが、そのように言い伝えられているということは、 当時効果の図像の意味とその重要性がどのようなものだったかを示している。哲学者エピクテトスは冗談めかしてそのセステルティウスカには誰が描かれているトライアヌスそいつをよこせ。ネロそいつは腐っているから使えない。だから捨てろと記している。エピクテトスは特定の肖像の効果を人々が捨てることを期待したわけではないと思われるが、 この引用から、ローマ人が、高価の肖像に、道徳的価値観を付属させていたことを示している。帝国期には、高価の表面はほとんど誰かの肖像だったが、理念には遥かに多様なものが描かれた。共和制時代、特に内乱の一世紀には、政治的メッセージがよく描かれていた。しかし、帝国中期になると、中には重要な声明や、 政治的メッセージを描いたものもあったが、大多数は神やゲニウスの図像が描かれた。どういう神やゲニウスを描くかについては、その時の皇帝の方針に関連している場合もあるが、多くは任意だった。神やゲニウスは描かれ方が、類型化されており、当時の人々は見ただけで、それがどの神あるいはゲニウスかがわかるため、その名前を効果に記さないことが多かった。 このような背景の中で、理面に例外的な図像を描いた効果はよく目立っただろうと推測できる。変則的な理面は戦争中や戦後に発行された効果に多く見られ、皇帝が何かを解放したとか、鎮圧したとか、講和を結んだといった辞績を示していることが多い。中には明らかな宣伝とされる図像もある。例えば244年。 ピリップス・アラブスは、サンサーアン朝・ア朝ペルシアとの間に和平を結んだことを、高価の理面で宣伝したが、実際にはローマはペルシアに対して莫大な賠償金を支払っていた。理面の図像は、多様すぎ皇帝ごとにも違うため正確に一般化することは、難しいが、ある傾向は存在する。例えば3世紀後半の軍人皇帝時代には、 ほぼすべての効果の理念が神やゲニウスを描いたものだった。この独創性の欠如に対して、それらの皇帝が正当性を欠いていたため、効果の理念を保守的なものにすることで、自らの正当性を演出しようとしたとも言われている。アントニニアヌスカ一1列目、ヘリオガバルス、デキウス、ガッリエヌス2列目、ガッリエヌス、アウレリアヌス、銀メッキ、百七十年。 275年、バーバラス・ラディエート、バーバラス・ラディエート、ディオクレティアヌスの通貨改革後、発行される効果の種類が、ガラリと変わり、価値が激しく下落した、アントニニアヌス化に代わって様々な進化兵が、発行された。そして、異なる観念を伝えようと、全く新たな図像を用いた。ディオクレティアヌスはテトラルキアを導入し、4人の皇帝が、 帝国を四分割して統治した。皇家の図像は皇帝を表す威厳のある大きな肖像とされた。この肖像は特定の皇帝を表したものではなく皇帝の持つ権威を象徴的に表したものである。理念はすべてローマに統一された。この新政府制度と貨幣制度の導入は全世紀の戦乱と不安に覆われたローマに 新たな平和をもたらそうというディオクレティアヌスの試みだった。ディオクレティアヌスは皇帝の一般的イメージを効果に描くことで交換可能な権威であることを示した。また理面にローマを描くことでローマ人の団結を強調しようとした。帝国後期の効果の理面は一般的テーマが多くかつてのような特定のゲニウスを描くことはなくなった。 効果の理念には、ローマの栄光、軍の栄光、蛮族への勝利、平和の回復、皇帝の偉大さといったテーマが多く見られるようになった。このような図像は、キリスト教を国教とした後にも使われ続けた。ギリシア語で、キリストの名を記したものなど、キリスト教を暗示する図像も、稀に描かれたが、明確なキリスト教的図像は全く描かれなかった。 コンスタンティヌス一世から帝国の終焉まで、高価の図像には特徴のない理想化された肖像や偉大さを表す一般的な生命が描かれた。デナリウスカは紀元前211年に登場してから紀元3世紀中頃までローマ経済の根幹を支えてきたが、その後徐々に銀の含有量が減らされていった。そして、それと同時に、 ローマの経済力も低下していき、国力も低下していった。これらが、同時に進行した理由は明らかではないが、一般に貴金属の保有量の低下、国家財政の縮小、インフレの進行などが要因と考えられている。現存するパピルスによれば、ローマ兵士の給料は、アウグストゥス治世下では、年間900セステルティウスだったものが、セプティミウスセウエルス治世下では、 年間2000セステルティウスに増えているが、その間に、穀物は3倍に値上がりしており、事実上の賃下げとなっていた。つまりこの間に、軽度のインフレがすでに起きていた。効果の質が低下していった。もう一つの原因は、貴金属産出量の低下である。イタリア半島には、安定して、貴金属を産出する鉱山がなく、貴金属は、 帝国内の他の地域の鉱山に依存していた。ローマは領土を拡大することで新たな鉱山を獲得し、年貢、または税としてその産物を取り上げることで貴金属を確保していた。帝国の拡大が止まると、ギリシアやスペインで新たな銀山を開発したり、古い効果を溶かすことで新たな造幣のための銀を確保していた。 新たに外部から貴金属が流入せず、膨大な戦費をまかない続けなければならない状況では、効果の質を落として懐中し続ける以外に方法がなかった。また、穀物や日用品を輸入に頼っていたため、貿易赤字により、通貨がローマから流出していった。当初、デナリウスカは、重量が約4.5グラムで、ほぼ純銀だった。 これは、理論上の標準であり、現実は、必ずしも理論通りではないが、共和制時代は、戦時中を除いて、ほぼこの水準を維持した。戦時中は、軍需品を賄い兵に給料を支払う必要がある、ため、造兵時に、効果の質を落とすことが多かった。例えば、マルクス・アントニウスは、オクタウィアヌスとの戦いで軍を賄うため質を落とした、デナリウス化を造兵した。 そのデナリウスカは通常よりも直径が若干小さく、銀の含有量はかなり低い。表面にはガレンセントアントニウスの名が描かれ、裏面には発光先の軍団名が描かれている。興味深いことにこのデナリウスカは発光から200年後にも流通していた。これは銀の含有量が低いため、グレシャムの法則が働いたためである。 その後デナリウスカの銀眼有量は 4g で安定していたが、期限64年に皇帝ネロが改中を行い 3.8g に減らした。これはローマ大化後のローマ再建に莫大な費用がかかったためと思われる。その後もデナリウスカは徐々に銀眼有量が減らされていった。特にセプティミウスセウェルスのいった改中で大きく減らされている。 それに続いてニデナリウスの価値とされた新たな硬貨を発行した。この硬貨はカラからミカドが215年までに発行したことから、その本名にちなんで、貨幣研究家らからアントニニアヌスカと呼ばれている。名目上はニデナリウス相当とされたが、アントニニアヌスカの銀河入量はデナリウスカの1.6倍以下しかなかった。重さを測ればそれが、 デナリウスカの1.5倍程度だということは明らかだが、これを市民がどう受け止めたかは定かではない。アントニニアヌスカの増兵量が増えると同時に、デナリウスカの増兵量が減らされ、3世紀中頃に、デナリウスカの大量増兵が行われなくなった。ここでも、戦乱の時代に、効果の質が低下させられている。3世紀後半は、戦乱が続き、 銀の産出がほとんど止まったため、アントニニアヌス化の銀含有量はわずか2%にまで低下した。この間、アウレウス金化は質をある程度維持していたが、ディオクレティアヌスの貨幣改革の頃にはそちらも小さくなり、質が悪くなっていた。ほとんど銀を含まない状態になっていたアントニニアヌス化に対して、274年、アウレリアヌスが貨幣改革を行った。 アントニニアヌスかの標準を銅20に対して銀1という含有率と定め、それを示す文字を効果に表示した。それにもかかわらず銀の含有量は減っていき、ディオクレティアヌスがさらなる貨幣改革を行うことになった。四分地制に加えてディオクレティアヌスは次のような増幣基準を設けた。すなわち金貨の重量を60分の1ポンドとし、 メロテの頃のデナリウスカと同じ銀含有率の新たな効果アルゲンテウスを作り、さらに新たに2%の銀を含有する大きな銅貨を作った。ディオクレティアヌスはまた301年に最高価格の直例を発し、商品やサービスの上限価格を法律で制限しようとした。しかしその最高価格を実際に守らせることは不可能であり、 インフレを抑制する試みは失敗に終わった。この直例ではすべての価格をデナリウスカの枚数で指定していたが、デナリウスカは50年以上もの間増幣されていなかった。それ以前の通貨改革と同様、この場合も金貨と青銅貨を中心とする不確かな貨幣が主に流通するようになっていった。様々な大きさの青銅貨については、 詳細が不明であり、市場で大きく価値が変動したとされている。ありがとうございます。